ここで風の魚の歌を吹くと、何も起きませんね。この隠しイベントの発生はもうちょっと後だったかも。ヨシの木らしき植物が結構邪魔ですね。田んぼが見えない。なるべく中央から離れたところでとどめを刺してみました。結局、勇者から落ちた先にハートのかけらがあるので、一度落ちた方がいいですね。頑張って落ちないようにする意味は全然ないんですが、リメイク版の方が鍵を取っている間ルーサに流されなかったので落ちにくかったですね。
が助言にやってきました。しかしリメイク版ではほんの少し場所が違うみたいですね。ちなみにその後の声優さんはというと、リメイク版では一曲のお礼に秘密の貝殻をいただきました。動物たちが楽しみにしていた例のあれとはマリンの歌のことだったんですね。どこにいたのか、鳥さんとリスさんはこの時だけ村に帰ってきてるみたいです。おう。ちょっとここで寄り道なんですが、貝殻の館に行きましょう。さっきの声優さんの貝殻でちょうど15個です。なんと新規のアイテムをいただきました。これで貝殻集めがはかどりそうですね。この辺りの草を刈ったり穴を掘ったりしてみましょう。見つからないですね。水中かな。描写ができますね。タルタル山脈側の様子も見れて分かりやすくなっています。
購入した後で今更なんですが、選択肢に高すぎるよってありましたよね。もしかしてリメイク版だと値切れたりしました？序盤で会話を聞かなかったんですが、いずれ山で遭難する必要と言っていた四つ子の父カカールさんです
答えは用意されてないです。こういったゼルダ特有の世界観をお楽しみください。山から飛び降りるとダンジョンの前に来れます。ゲームボーイの時はマック間のつなぎを考えないとちょっと気づきづらかったかもしれませんが、リメイク版ではマックがシームレスになったことで山の上からダンジョンが見えています。アングラーの滝壺、ここの BGM は大幅にパワーアップしていますね。というわけで、次回はレベル4のダンジョン攻略を進めていきます。それでは、バイニー。Thank you.